五代丈米大日堂部学は、秋田県鹿角市八幡平の大日霊基神社に伝わる民俗芸能。毎年1月2日に奉納される。部学の名称が付けられているが、地元では財堂あるいは大日堂祭堂と別称されており、宮中や大社などで伝承される部学とは異なるもの。舞を担うのは、能衆と呼ばれる舞人らで、旧家を中心に4つの集落が、それぞれの舞を分担して継承している。当日、能衆らは、早朝より、舞台元の舞を行ってから隊列を組んで、大日堂へ参進し、午前8時の終罰を経て、神社の開花や堂内にて、舞、儀式、祭典を繰り広げる。ついで9時40分頃より本舞に入り、正午までには、すべての舞を収める。本舞は、権現舞に始まり、駒舞、カラスペン、舞、鳥、舞、五代丈舞、交渉舞と続き、多良賀舞で終わる。718年行基が大日堂再建の折に、部学を奉納したのが、始まりとも言われるが、創始に関しては不明とされている。大日堂については、大日如来に帰依して、長者となった、段振長者の娘が両親を弔うために建てたとの伝説がある。1976年に重要無形民俗文化財の国指定を受け、2009年にユネスコの無形文化遺産に登録された。新年を表す季語、大日参りは大日堂部学のこと。ありがとうございます。